2008年2月のバラクオバマの選挙戦を取材するメディアアメリカ合衆国のニュースメディアではアメリカ合衆国の報道機関について記述する。大衆に情報を提供するます。メディアの中で新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等のメディアにおいてニュースを専門的に扱うものはアメリカ合衆国においてニュースメディアと呼ばれる。 アメリカ合衆国では高度なニュースメディアが発達しており、その評価も高い。アメリカには数千の新聞社が存在する。国内全域で入手可能な新聞には、地方紙の最大手、ニューヨークタイムズと2大全国紙とされている、ウォールストリートジャーナル、USA today などがある。アメリカでは、伝統的に全国紙よりも地方紙が好まれる。 地方紙は紙面すべての記事を自社のみで作成するのは不可能であり、シンジケートと呼ばれる通信社から記事を購入する。シンジケートの代表例としては、ニューヨークタイムズニュースサービス、トリビューンメディアサービス、ノーススターライターズグループなどがある。シンジケートは一般の記事の他にも、社説、コラム、コミックストリップなどを扱っており、 優秀な書き手は獲得競争の対象となる。コラムの執筆者は、シンジケイティッドコラムニストと呼ばれる。コミックストリップ専門のシンジケートも多く存在する。一般的な新聞の構成は、ニュース記事、論説、その他特集からなる。論説は、新聞社の論説委員が執筆する無記名の社説と、社外の学者、政治家などが、 名前入りで執筆するオーパスウェドがある。特集には、書評、映画評論、旅行ガイド、読者相談のほかクロスワードゲーム、カートゥーンなども掲載される。ABC、CBS、NBC が、伝統的に三大ネットワークとして知られており、それぞれニュース番組制作司会社を有している。近年では、PBS、FOX、CW テレビジョンネットワーク、 ミネットワークトブ、イオンなどの新興ネットワークの影響力も増大している。1980年代からケーブルテレビと通信衛星を利用する CNN、FOX ニュース、MSNBC などニュース専門放送局が開局されるようになった。平日と土曜日の午後7時から11時は最も視聴率が見込める時間帯であるプライムタイムであり、 三大ネットワークではいずれもニュース番組を設けて、激しい視聴率獲得競争を展開している。PBS のニュースアワーも、後派の報道姿勢で評価が高い。ケーブルテレビで視聴できる平日夜の、ニュース番組としては、CNN、BBC ワールドニュース、FOX ニュース、HLN、MSNBC のものなどがある。比較的長期の取材をもとに、 社会問題を提起するニュース番組は TV ニュース雑誌と呼ばれ多くの番組は週末に放送されるこの種の番組の講師となったのは CBS が1968年に放送開始した60ミニッツであり数多くの賞を受賞するなど高い評価を得るとともに AC ニールセンの調査で1980年代から1990年代に かけての合計4年間で全曲の全番組中で視聴率トップになるなど大きな成功を収めた。インターネットの台頭などにより発行部数が落ちるなど経営問題を抱えるところも多い。以下は著名な雑誌を記載する。1990年代から既存メディアはそれぞれインターネットにウェブサイトを開設し収益を上げるために必死になっている。 広告を掲載して、無料で閲覧させるものから閲覧を有料化するものなど様々である。ニューヨークタイムズは、初期は無料で、その後はアーカイブのみ有料、その後はすべて無料、そして最近は全面有料化と試行錯誤を繰り返している。部数は小規模ながらも、良質の記事を掲載していると評価の高かった。クリスチャン・サイエンス・モニターは、 発行部数の減少とインターネット版の閲覧数の増加から2008年に紙面の印刷を止めインターネット新聞へ移行した既存メディアのバックグラウンドを許さないインターネットニュースメディアとしてはドラッジレポート、ハフィントンポストなどがある多くのニュースメディアは複数のメディアを有する親会社により経営されているグループの頂点に立つ企業を メディアコングロマリットという NBC、テレムンド、ユニバーサルピクチャーズ、フォーカスフィーチャーズのほ他、26のテレビ局、MSNBC、ブラボー、サイファイチャンネルなどを所有している CNN、CW、HBO、シネマックス、カートゥーンネットワーク、TBS、TNT、マップクエスト、ムービーフォーン、ネットスケ,ッスケープ、ワーナーブラザースピクチャーズ、 キャッスル・ロック、ニュー・ライン・シネマなどを所有している。民間放送ネットワークの ABC テレビジョン、ネットワーク、ディズニー・チャンネル、A&E ・ e、ネットワークス、ヒストリー・チャンネル、ナショナル・ジオグラフィック、FX、ライフ・タイム、ESPN などのケーブルネットワーク、ソープネット、227のラジオ局、タッチストーン・ピクチャーズ、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ、 ピクサーアニメーションスタジオ、ディズニーモバイル、20世紀、フォックスフォックスサーチライトピクチャーズなどを所有している。かつて参加であったミラマックスは2010年に、フィルムヤードホールディングスに売却されている。ニューズコーポレーションは2013年、テレビなど、主に放送事業を手掛ける21世紀フォックスと、新聞、雑誌など、主に出版関連事業を手掛ける。 新しく設立された、ニューズコープに分社化された。以下は、両社の参加企業、所有資産等をまとめて記載する。テレビ関連では、FOX ブロードキャスティングカンパニー、FOX ビジネスチャンネルなどのテレビ局、またウォールストリートジャーナルや、ニューヨークポストといった大手新聞、さらに TV ガイドの雑誌社であるバロンエスと、スマートマネー、 出版社のハーパーコリンズなどを所有。スポーツ関連では、ナショナルラグビーリーグを保有している。民間放送ネットワークの CBS、CW、ショータイム、MTV、ニコロデオン、VH1、ベッド、コメディセントラルといった放送チャンネル。パラマウント映画およびパラマウントホームエンターテインメント、インターネットビデオやゲームのアトムエンターテインメント、 本出版社のサイモンシュースターを所有している。公共放送サービスは、アメリカ合衆国政府の財政援助を受ける、非営利の公共放送テレビネットワークである。アメリカ国内において349の地方テレビ局を抱えている。1954年から1970年にかけて、 運営されていたナショナルエデュケーショナルテレビジョンの後継として1969年に開局した。運営費用は政府援助と寄付により賄われている。PBS と同様に政府資金と寄付により運営されている公共ラジオ局としてはナショナルパブリックラジオとパブリックラジオインターナショナルがある。PBS、NPR ともに運営費は 政府補助より寄付の割合の方が大きい。イギリスの BBC、日本の NHK のように視聴者から視聴量を徴収するシステムは存在しない。公共放送のニュースが大きな役割を果たしているヨーロッパや日本と異なり、アメリカの PBS と NPR がニュースメディア全体に占める割合は比較的低い。アメリカ合衆国では各マスコミが 政治的位置を鮮明にすることが許容されており、実際多くのメディアは政治的立場を公表している。ありがとうございます。